大淀川水力電気株式会社は、大正から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である。戦後期以降の九州電力管内にかつて存在した事業者の一つ。電気化学工業の参加企業。供給区域を持たない発電専門の電力会社で宮崎県南部を流れる大淀川にて2カ所の水力発電所を運転した。 1939年に電気化学工業へ事業を譲渡し会社は解散。発電所は1941年にさらに日本発送電へと渡った。ダイオド川水力電気の発電所からの発生電力を需要地へと送電する役割を担ったのが九州電力株式会社である。電気化学工業と熊本電気の共同出資により1930年に設立され、 福岡県へと至る長距離送電線を建設、電気化学工業や電力会社へ電力を供給した。こちらは1939年に日本発送電へ設備を出資し解散している。1916年、三井系の化学メーカー電気化学工業株式会社は、福岡県大牟田市に大牟田工場を建設し、10月より順次、炭化カ,カルシウム、 石灰窒素、編成龍腕の製造を開始した。苫小牧工場に続く同社、第二の工場で立地を大牟田市に選んだのは三井鉱山の三池炭鉱から電力や硫酸などの重要原料の供給を受けるためであった。工場を建設したばかりの1916年11月、電気化学工業は宮崎県南部を流れる大淀川にて推理圏を申請した。 当初、宮崎県の移行もあったため大淀川の電力は大牟田工場で消費するのではなく、川の川口付近に宮崎工場を新設して地元で消費する予定であった。県は1918年11月に県内消費の条件を付して水利県の許可を出した。しかし、宮崎工場の建設は第一次世界大戦終結で、 事業環境が変化したなどの理由で中止され、1919年11月に会社は電力を大ム田工場で使用するという変更を低新省へ申請した。電気化学工業が大淀川水利圏を獲得した1910年代後半、宮崎県の河川が有力な未開発水力地点として注目を集めており、 五ヶ瀬川や耳川で有力電力会社や財閥による水利権獲得競争が繰り広げられていた。こうした中、県外の大無田工場へ送電するという電気化学工業の方針変更は宮崎県議会で非難され、これを機に他の事業者を対象に含む県外送電反対運動が盛り上がっていく。さらに発電所建設に伴うダム予定地が 観音瀬という継承地であったことで、ダム建設運動も発生した。こうした反対運動を前に、電気化学工業では、ダム反対運動には保証金を支払い、県外送電反対運動に対しては、宮崎県内で工場を設置する方針を再度、決定するとともに、地元有力者を加えた、発電所建設を担当する新会社を新設して、 地元の人々の反感を緩和しようとした。こうした経緯により、1920年2月19日、大淀川水力電気株式会社が設立された。設立された大淀川水力電気の資本金は500万円。代表取締役に藤山恒一取締役に藤原銀次郎と地元宮崎の大和田一郎がついた。また本社は東京市にあった。 大淀ド川水力電気は、1919年に電気化学工業が建設に着手していた大淀川第一発電所の建設工事を担当した。1923年の関東大震災で芝浦製作所にて製作中の発電機が消失するトラブルがあり、後期が延び、1925年12月22日になって、春工に至る。 宮崎県での工場新設が、新潟県の大見工場建設で余力がなくなり、断念されたため、発電所の発生電力は、翌1926年1月から、大無田工場へ送電された。第一発電所の所在地は、北諸方郡高崎町。主要機器として、ウェルマンシーバーモルガン製縦軸、フランシス水車三台、シワウラ製作所製交流発電機三台。 富士電気製変圧器を備えた。1925年5月、宮崎県において、水利券の獲得を競っていた、東方電力、九州水力電気、住友財閥と、電気化学工業の4社出資によって、共同開発会社九州送電が設立された。電気化学工業では、この九州送電が建設する、送電線によって大淀川第一発電所の、 発生電力を大牟田工場へ託送する予定であったが、県外送電反対運動への対応で、会社設立が遅延したことからこれを断念、九州送電の持ち株をすべて、九州水力電機へ売却した。その代わりに、電気化学工業の側で、大淀川第一発電所から、熊本県の八代まで六六十キロボルト送電線を、仮設、八代から大牟田までは、 従来から大牟田工場へ電力を供給していた熊本電機へと託送するという形の送電ルートを構築した。第一発電所に続き、電気化学工業は大淀川水力電気名義で1927年4月より大淀川第二発電所の建設に着手した。当自動車は昭和金融強行の影響で業績不振に陥っていたが、 電力費の節約を目指して、会長の藤原銀次郎が建設を積極的に推進したという。1931年9月15日、最大出力3万キロワットの大淀川水力電気大淀川第二発電所が、竣工した。当時九州で最大の水力発電所であった。建設費は900万円と当時としては安価に抑制されたため、 第2発電所の完成により、大牟田工場の電力費は 1kW あたり6から8輪から3から4輪へと半減し、増産が可能となったという。第2発電所の所在地は、東諸方郡高岡村。主要機器として電業車原動機製造所製、縦軸フランシス水車、芝浦製作所製交流発電機、富士電機製変圧機を備えた。 翌1932年6月、発電所運営の統一のため大淀川第一発電所が電気化学工業から大淀川水力電機へ移管され、以後第一、第二発電所ともに大淀川水力電機に帰属した。発電所移管後の1932年下期の決算時点で大淀川水力電機の資本金は2000万円となっている。また社長は、 1929年時点では、藤原銀次郎。1934年時点では、小林正奈1938年時点では、大橋慎太郎。と推移している。第二発電所建設中の1930年秋、電気化学工業は、八代から大牟田に至る、自社送電線の建設に着手した。これについて、自社供給区域内に、 他社の送電線が建設されることになる、熊本電機は難色を示し、共同で送電会社を立ち上げるよう持ちかけた。提案を受けて、電気化学工業と熊本電機の接伴出資による送電会社を立ち上げ、第一発電所より8台を経て、大牟田へ至る送電線を電気化学工業から、その送電会社へと移管することとなった。 こうして1930年12月10日、電気化学工業、熊本電機によって、九州電力株式会社が設立された。大淀ド川水力電機と同様、九州電力の本社は、東京市に置かれた。発足時の社長は、藤原源次郎、副社長は、熊本電機の上田万平であった。九州電力では、大淀川第一、第二両発電所から人吉。 八代熊本、大牟田を経て、佐賀県の竹尾へ至る110キロボルト送電線を整備した。定心省の資料によると、第二発電所第一発電所間及び、第一発電所三池変電所間は1932年1月、使用開始、三池変電所竹尾変電所間は、同年3月使用開始である。なお、1934年になって送電線の、 内見池竹尾が、東方電力に買収されている。この長距離送電線の完成により、九州電力がダイオド川水力電機の2発電所の発生電力を受電し、さらに途中で、熊本電気熊川電気の系統と連携して、受電、こうして集めた電力を、電気化学工業、三井鉱山、東方電力、九州水力電機の4社に分配するという、 電力系統が構成された。このうち東方電力、九州水力電気への供給は1932年3月20日より開始。供給は4 0 0 0ットずつ、計8 0 0 0ットで始まり、毎年増加されて1935年11月より1万キロワットずつ、計2万キロワットの供給となった。なお、九州水力電気は、 九州電力から直接受電する送電線を持たなかったため、久留米変電所まで東方電力の送電線で、託送し、同変電所で九州水力電気から東方電力へ送る電力などと相殺して、相互融通の形で受給する形式をとっている。低信省の資料によると、1937年12月末時点で、大淀川水力電気は大淀川第一発電所の、 発生電力のうち3 0 0ットを熊川電気へ供給し、残りの1 4 7 0 0ットと、大淀川第二発電所の発生電力3万キロワットを九州電力へ供給。その九州電力は、熊川電気、熊本電気、九州共同火力発電からの受電を加えて、最大6 6 9 0 0ットを受電し、東方電力、 九州共同火力発電、電気化学工業を大牟田工場、三井鉱山三池工業所へと供給していた。翌1938年、政府が新設の国策会社日本発送電を通じて、全国の発電、送電を管理するという電力国家管理を規定した電力管理法が成立し、全国の電気事業者から主要な電力設備を出資させて、 翌1939年4月1日に日本初送電が発足した。この時日本初送電の管理対象とされた設備は、出力1万キロワット調の火力発電所や、最大電圧100キロボルト以上の送電線とそれに接続する変電所などで、これに従い、九州電力では110キロボルト送電線の高岡線、 三池線と大牟田地区の6 6ルト送電線4路線、人吉、三池、大須の3変電所を日本初送電の設立時に出資する要停止証より命ぜられた。出資設備の評価額は4511,090円50銭で、出資の対価として、九州電力には日本初送電の額面50円払い込み済み株式9221株が、 交付されている。全設備を日本発送電へと出資した九州電力は1939年4月30日付で解散した。ついで同年7月20日、初期の目的を達成したとして、大淀川水力電機も解散、水利権と事業一切を電気化学工業が引き継いだ。その後1940年代に入ると電力国家管理は 強化されていき、1941年4月の電力管理法施行令改正に伴い、翌1942年4月までの間に、出力5 0 0 0ット超の水力発電設備も、各事業者から、日本発送電へ出資された。電気化学工業も、この出資対象事業者に指定され、大淀川水力電気から譲渡された大淀川第1第二両発電所を、 日本初送電へ出資する、要1941年5月に、電気庁より命ぜられた。出資命令に対し電気化学工業では、電源を失うことになる、大ムタ工場は存続できなくなり、国家的検知から見ても特策でない、と訴えたが感染に接続する、発電所であるとされ聞き入れられなかったという。1941年10月1日、両発電所は、 日本発送電へ出資された。出資設備の評価額は1629万12円50銭で、出資の対価として、電気化学工業には、日本発送電の額面50円払い込み済み株式32万5800株が、交付されている。大淀川第一ダムと大淀川第一発電所。ダムは1961年建設。電力国家管理体制下で、 日本初送電から受電するようになった電気化学工業大牟田工場であったが太平洋戦争終戦直後になると電力不足で受電量が著しく低下し創業をたびたび停止せざるを得ない状況に追い込まれたこうした事情から戦後電気化学工業は大淀川第一第二両発電所の変換運動を起こすに至る GHQ や国会への陳情活動を展開したが、1951年3月、電気事業再編成に際して、公益事業委員会は、日本発送電会体後の両発電所の帰属先を、九州電力と決定した。会社はこれを不服として、陳情を続け、同年10月27日には、公益事業委員会に対して、九州電力への帰属を決めた。 決定指令を取り消すよう求める訴訟を起こした。しかしその後発電所の返還が実現することはなく、1960年4月に電気化学工業と九州電力の間に長期受給契約が成立したのを機に、6月30日、電気化学工業は公益事業委員会への訴訟を取り下げた。こうして発電所の返還運動は実現することなく終結した。 1951年5月に、九州電力が発足すると大淀川第一、第二両発電所は、日本発送電から同社へと継承された。その後、大淀川第一発電所は増設と出力変更を、経て1996年の総合更新以降、出力は5 5 5 0 0ットとなっている。大淀川第二発電所も出力変更と増設を、 経て1991年の総合更新より、出力は7 1 3 0 0ットとされた。ありがとうございます。